アネモスコープチャンネルをご覧の皆さん、どうも、こばです。今日はですね、またですね、革ジャンが増えまして、まあ別に春に向けてっていうね、感じでもないんですけど、やっぱこうね、最近ちょっと暖かくなってきて、まあやっぱちょっと新しい服も欲しくなってくるし、革ジャンもね、まあ、この前プライド買ったばっかなんですけど、また久しぶりにね、入荷したジャケットがあるので、そちらをご紹介していきたいと思います。早速ちょっと今着ていきますんで、お待ちください。はい、ということで、こちらジョージアですね。シングルのジャケットが、またちょっとね増えたわけですけれども、襟付けのシングルっていうことで、クライドはまあネイビーを持ってたりとかで、前から着てたので、まあね、スッとね、馴染みもあったんですけど、今回はこちら、襟付きのシングルっていうことで、初めてなんですよね、これ、襟付きのタイプを着るの。ということで、自分はですね、シングルのね、担当みたいな感じで、信夫さんがね、サイズ1担当とか、ね、言ってるんで、自分はシングル担当に、なろうかなと、勝手に思います。はい。で、これはまだね、新品なんですけど、この前撮影、入荷してから撮影しに行ったんですよ、写真の。で、それで初めてですね、来たんで、まあ実質2回目の着用ですかね。なんで若干こう、シワは入ってて、まあその動画もね、その撮影の模様もちょっと動画に撮ったんで、まとまればね、YouTube で流そうかなとは思ってるんですけど、1日着ただけで結構ね、腕とかは馴染んだんですよね。これでずっと運転してたんで、なんで腕周りはね、すでに少しシワが入ってきてますが、前にご紹介したクライドはね、2、3ヶ月経ってるやつ、それはさすがにね、もっとこれより全然深くギシッと、シワが入ってるんですが、これもまた、いいぐらいにね、経年変化を楽しんでいければなと思います。はい、今回はこう襟がついてるんでね、クライドにはなかった、こういう襟のこう反ったりとか、こうね、形状が変わってくる感じの経年変化も一緒にお届けできればなと、はい、思います。まだだってこうやってポケットに入れるとこうね、クライドはもうちょっとね、プシュッとなったけど、パンパンにこう、張った感じですね。新品。新品だなって感じですね。はい、なんでこれの経年変化の動画もお楽しみに。ちょっとね、新品状態を記録がてら、ちょっと寄って撮ってみましょうか。はい、こんな感じですね。ここら辺なんかはやっぱり着ていかないとなかなか柔らかくなっていかないですからね。パキッとしてますけど、襟もね、ピーンと張ってる感じで、襟の変化がね、楽しみですけどね。あと言ったように、クライドでも言ったように、こうファスナーがまず最初は角が立ってる、これからどんどん経年変化していく感じですね。サイズはね、同じです。2番。クライドと同じ2番を着てます。まだまだ硬い。まあまた、ここからですね、経年変化をお伝えしていこうと思います。はい。はい、というわけで、ジョージアですね。こんな感じで。またクライド同様に経年変化をお届けしていこうかなと思います。楽しみですね。楽しみというかね、まあその経年変化ね、お伝えしていこうと思います。まあ、基本的にはクライドと同じレザーを使用しているモデルなので、まあシワの感じとかはね、似た感じにはなると思うんですけど、まあその革自体の個体差だったりとかで、また表情の出方がね、変わる部分もあると思うんで、そこら辺もね、見ていっていただければなと思います。はい。まあ一番はここじゃないですかね。
これ襟はやっぱゴールウェイだったりとか他のモデル襟付きのモデルでもちょっとね共通する部分でもあると思うんで、はい、そこら辺もまたお伝えしていければいいなと思います。はい、それではまた、ちょっとねシワが入ったりとか経年変化が進んだ段階で動画でお伝えしていきますので、チャンネル登録ですね、いいねもぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしてますので、なんかねこういうのを撮ってみてよとかご意見があればお気軽に書き込んでください。はい、それではまた、トマでした。